というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずでお送りいたします。高文がお届けします。よろしくお願いします。なんか例えばこの楽器を持ってよし練習するぞ、曲に合わせてやるとなんかこうバラバラしちゃうとか、タイミング合わないとか、合ってると思ってたんだけど録音聞くとなんかいまいちだろうという時にね、あ、じゃあメトロノームに合わせてやるかみたいなことになりがちだと思うんですよ。ピッ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 みたいな、まあこれはこれでいいんだけど、若干これだとね遠回りになってしまうことがあるので、一回そのね自分の体的にその正しく動かせてんのかと、思い通りに変な力みとか凝りとかなく楽に動かせてるのかっていうところを見直すと、結構スムースにねできたりする。思い悩んでることがあ、なんでこんなこと悩んでたろだろうぐらいな感じになるので、なんかこううまくいかないなと思ったら、一回その今回のワークショップでやった最初の方に戻ってみてほしい。要は一回こうリラックス、体をリラックスさせた状態でブラブラ動かす。で、必要な動きどこだろうって言ったら、今回で言うと主に前腕の動き、こういった動きであると。この動きがまず自分できてんのかなっていうのをチェックして、あ、できてるっぽいぞと。タッ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 タ、もうこれで練習してもいいですよね。さっきの M とかタッ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 タ、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォーって、要するにこの動きをやってたわけね。シー、フォー、ワン、ツー。で、手拍子で確認して、あ、結構いいじゃんと。なったら、楽器を持つと。そうすると、思いのほかね、スムースにいくと思いますよ。いろいろ段階があるわけね。自分の把握している、段階、聞いている音に対して、あ、ここが、例えば、手拍子を入れるタイミングだって把握する、まあ耳で聞いて脳で把握する段階と、それを実際に自分の体を動かして叩く、アクションする、まあこれは完全に身体操作能力なわけです。で、身体操作能力に関してはまずは血の巡りを良くすること、リラックスすることで、なるべく力んでいない状態、硬い状態や凝ってる状態じゃない状態を作ってから、例えばねタンバリを叩くタイミング、トゥンタン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 トゥンで手拍子をしてみる。まず手拍子がタイミング合ってるかどうかっていうのを確認する。で、これができた上でタンバリンですよね。手拍子合ってなかったらタンバリン絶対ずれてますから、で、手拍子で確認して、あ、自分なかなか手拍子いい感じだってなったらタンバリン。最初振らなくてもいいかもしれない。これが第3段階で、最後はまあ振ると。で、このフルチキ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 も、まあ、正確にはこの音楽の拍だったり、まあ、グリッドって言ってますけれども、いわゆる16分音符、チキ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 に、まあ、タイミング合ってるのが理想なんだけれども、そこまでねこだわらなくても、実はバンドとかだったらねそんなに気にならなかったりする。要はこのアクセントのタイミングが合ってれば、ここがうんたん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 っていうのが気持ちいいところに落ちてれば、実はねこのチキチキは、まあ、雑に言うと適当でも案外なんとか聞こえたりするはい、あ、なんで手拍子をやる、手拍子をタンバリンでやる。で、これができたらフルのも合わせると。で、このターンのタイミングが気持ちいいところにはまってるなってなったら、このチキチキの、ニュアンスもこだわっていくっていう風なステップアップをするといいんじゃないかなと思いました。